愛知県立刈谷工科高等学校は、愛知県刈谷市矢場町にある県立高等学校である。野球、バスケットボール、サッカー、弓道、バレーボール、ハンドボール、ソフトボール、陸上、剣道、柔道、水泳、テニス、ソフトテニス、空手道、卓球、ボクシング電気技術、囲碁、将棋、酒道、科学、自動車、写真、生産技術学習指導要領においては、課外活動である部活動の出欠は、所属部員生徒の自由意志で、部活動の入退は、生徒本人の任意であるとされる。当該校では、顧問教員が、部員生徒に対する、入退部の権限を持ち、保護者らもそれを是としていたとされる。同校男子硬式野球部の部員生徒に加害を加える指導は、同部保護者らから高い評価を得ていた。その一方、同部員の2年生男子生徒は、小学生時より怒声と叱責が飛ぶ練習指導を嫌っていたとされる。2011年5月下旬、同部2軍監督が当該部員生徒に、ユニフォームの返却と、同部活動の場から去る、よう指導。以降、課外活動には参加せずに通常通り通学。同年6月6日、同部副部長が、同部主将を通じて、当該男子生徒を呼び出す。あと、2度目の呼び出しには応じず下校。2011年6月9日、当該男子部員が副部長の呼び出しを受けた後に、失踪、近隣の廃車置き場の廃車内で一酸化炭素、中毒死をする自死事件が発生。自死男子生徒の葬式が執り行われた後、同部保護者が、自死生徒宅を訪れ部活動に暴行は、前提云々なる、死んだ兄を両親になじるかような場を、妹が目撃。この自死事案を受け、愛知県教育委員会の設置した第三者、委員会が詳細な調査を実施。学校側が作成した自己報告書には、間違いや家庭の事情などに明らかな間違いが記載されていた。その結果、同部副部長の男性教諭から執拗に暴言を受けていたことのほか、顧問が他の部員らに対し暴行を執拗に行っていた場を目撃したことで、指導内容に小野木同部総監督に入部辞退を申し出るも取り扱ってもらえず、うつ状態が進行したことが原因であると結論付けられた後、被害生徒の遺族が不服審査請求。2016年3月15日付、スポーツ振興センターが学校の管理下において発生した事件に起因する死亡をと認めた。2018年5月23日付、愛知県弁護士会が人権侵害にあたるとして警告書を元副部長の教諭に対し提出。副部長による体罰を把握せず、もう少し頑張らせることも必要と思い、やめちゃダメだ。逃げるなを突き返した。当時の監督は死ぬほど辛いと思っていたことになんで気づいてやれんかったのか。死ぬまで心の中に持っとかなきゃならん十字架なんですと。自責の念を感じ、自分に野球を教える資格はないと、野球から離れ、2017年に教職を退いている。ありがとうございます。